2023年のドラフトで横浜 DeNA から1位指名を受けた期待の大型ルーキー渡来隆起選手。今回はそんな渡来選手の面白いエピソードを50個ご紹介します。東京ヤクルトスワローズにてユーティリティプレイヤーとして活躍した渡来博文氏の次男として生まれる。兄は拓殖大紅良高、中央学院大を経て JP アセット証券に所属している。都内で行われた NPB 新人研修会に出席。元阪神で野球評論家の藤川球児氏による講演、先輩プロ野球選手からプロ野球の後輩へ、では広島の新人選手から藤川氏に、投手から見て嫌なバッターとはと質問が飛んだ際、 DeNA の渡来くんは天才バッターだからと口にしたといい、渡来くんってまさかのワードが出てきてマジかとすごい嬉しかった、小さい頃からずっと見てきた選手だったので知っていただけていて光栄と無邪気に喜んだ。兄の影響を受けて3歳の頃から野球を始める。小学校時代は東京北砂リトルに所属し、6年時にヤクルトジュニア入り、中学校時代は桜シニアに所属、チームメイトに主将を務めた西川亮介がいる。リトルシニア全国選抜野球大会優勝、ジャイアンツカップ優勝を達成した。またアンダー15日本代表としてアジアチャレンジマッチに出場、最優秀選手に選出された。横浜高等学校に進学、入学直後から背番号14でベンチ入りすると、1年夏の神奈川県大会では代打としての5打数5安打を含む9打数7安打を記録した。甲子園1回戦の愛知産業大学三河高等学校戦では甲子園初打席初安打を記録した。1年秋には正セカンドの座につくも、怪我もあり翌春の選抜は代打として出場した。以後不祥事による平田徹氏の監督解任などもあり甲子園出場はなかったが、高校通算24ホームラン、公式戦通算打率4割1分9厘を記録し、プロ志望届を提出するも指名漏れ、社会人野球の名門エネオスに進んだ。渡来選手にとって指名漏れは大きな屈辱だったことは想像に難くない。だが渡来選手は悔しかったのはドラフト当日だけと振り返った。悔しがってる暇はありませんから、走攻守全てで甘かったのでもっと頑張って、渡来は走攻守全てで成長したと思ってもらいたかったんですと語った。エネオス入社後はチーム事情もあり外野手を務め、1年目からレギュラーの座をつかむと都市対抗本戦でもホームランを放つなど打撃の中心として活躍、神奈川ベストナインに指名打者として選出された。2年目の都市対抗では4ホームラン打率4割2分9厘を記録し、チームの9年ぶりの優勝に貢献、橋戸賞、若獅子賞、打撃賞の3冠に輝いた。橋戸賞と若獅子賞の同時受賞は史上3人目、野手としては初の快挙となった。同年末には都市対抗などでの活躍もあり、社会人ベストナインに選出された。2023年10月26日に行われた2023年ドラフト会議において、中日ドラゴンズ、横浜 DeNA ベイスターズ、千葉ロッテマリーンズの3球団から1位指名を受けた。抽選の結果、横浜 DeNA ベイスターズの三浦大輔監督が交渉権確定のくじを引き、入団交渉権を獲得した。11月22日球団カラーの青一色のスーツを身にまとって DeNA との仮契約を結んだ。契約金は1億円、年俸は1600万円、人生で反抗をしたことがなかったので押す喜びを知りましたと声を弾ませ、打率4割を目標に掲げた。背番号の4は父も現役時代に着用した。中日が1位指名を報道した際、好きな食べ物を刺身に変えたが DeNA に入団すると再びお寿司好きになった。父の元ヤクルト渡来博文さんは現役時代に藤川球児氏と対戦しており、その速球にまっすぐと分かっていても打てないと聞いていた。2021年初頭、横浜高校からエネオスに入社した当時18歳の渡来選手は、初の練習試合の取材に集まったメディアの前で次のように宣言をした。3年後絶対にドラフト1位でプロに行くんだという気持ちです。渡来選手は大学へは進学をせず、3年でドラフト解禁となる社会人を選んだ。中学3年生時、2017年11月25日放送の TBS テレビ炎の体育会 TV に出演。野球ヒットザターゲットで父渡来博文氏がトスを担当する中、プロ野球選手も成し得なかった番組史上初の完全制覇を達成した。特技はカラオケ、採点機能にて100点を取った経験を持つほど歌唱力には自信がある。お箱は清水翔太さんがカバーした HY の名曲366日、坂本九さんの見上げてごらん夜の星をで100点を出したことがある。 DeNA 入団直後に行われたファンフェスティバルでの新入団選手紹介では、人気アニメワンピースの主題歌 We Are を熱唱し観衆を沸かせた。
DeNA 入団後の登場曲は父渡来博文氏の現役時代と同じアースウィンド&ファイアのレッツグルーヴを使用している。また応援歌は横浜高校の先輩にして担当スカウトでもある横山幸也氏の応援歌の歌詞を一部変更した上で流用したものである。高いミート力で広角に鋭い当たりを連発する走攻守三拍子揃った左打ち外野手、 50m6 秒0の俊足、遠投 118m の強肩と長打力を合わせます。渡来選手が新人ではロッテ井上選手以来10年ぶり2人目となるオープン戦首位打者の初タイトルを獲得した。規定打席まで残り5打席で打率4割1分7厘で迎えたオープン戦最終戦、1回先頭日本ハム上原選手に2球で追い込まれながらも3球目の低めに落ちるフォークに反応した。体勢を崩されながらもちょこんとバットに乗せて左前に落とす極限打ちで、練習試合を含めスタメン出場した試合では17試合連続安打とした。開幕戦となった3月29日の対広島東洋カープ戦では1番ライトで先発出場を果たすと、0対3で迎えた3回裏、ワンアウト1、2塁で迎えた第2打席で相手先発のクリアレン選手からライト席に同点スリーランホームランを記録した。これは2024年の12球団第1号ホームランであり、かつプロ初安打、初ホームラン、初打点であった。また新人の開幕1番打者は球団では2009年の松本慶次郎選手以来で、 DeNA 新人の開幕戦ホームランは太陽時代の1960年の黒木元康氏以来64年ぶりの快挙である。さらにカード2戦目となる30日の試合でも黒原拓未選手から146キロのストレートの頭部付近へのデッドボールを第1打席に受けるも、ノーアウト1塁の第3打席で大道春樹選手からライト席にツーランホームランを記録。過去の新人で開幕戦から2試合連続ホームランは1955年の枝村勉氏と1981年の石毛博道氏の2人しかおらず、43年ぶり3人目、セリーグでは初の快挙となった。試合の際に頭部デッドボールを与えた広島の黒原拓未選手が次の日の試合前に三浦大輔監督と渡来選手らに謝罪した。帽子を取って頭を下げ言葉を交わした。渡来選手は黒原選手へ、全力プレーをやってる中のデッドボールなのでしょうがないこと、次回以降にまた戦える機会があったら真剣勝負できればいいのかなと思いますと気遣っていた。渡来選手の公式グッズ最高デースフェイスタオルが完成し、4月1日午後5時からオフィシャルウェブショップベイストアオンラインで受注販売を開始した。渡来選手は3月29日の開幕戦広島戦後のヒーローインタビューで最高ですと4度絶叫、スタンドを大いに盛り上げた。頭部デッドボール後もなお渡来選手はホームベースの手前ギリギリに立った攻めの姿勢が光った。たとえ当てられようがスタンスは変えたくないんです。打席に立ってる以上どんな球が怖いと言っていたら打てない。苦手な球をどれだけ作らないかが今後につながると思う。どこでも打てるって打者は存在しないと思いますが、そうなれるよう頑張りたいですと前向きに語った。ところが開幕3戦目は人が変わったように5打数無安打、広島バッテリーの外角へ落ちる変化球に翻弄された。そんな渡来選手に対し三浦監督はこう注文をつけている。活躍の中に隠れてますが、守備にしても走塁にしてもまだまだ課題が多いです。学ぶべきこと、覚えないといけないことがいっぱいありますよと話した。走塁面について石井チーフ打撃兼走塁コーチが2戦目の6回ノーアウト2塁で2塁走者が渡来選手だった場面を例に挙げてこう言った。あの場面2走の渡来は次のオースティンのライトフライでタッチアップすれば3塁に進めた。その次の佐野にヒットが出たので渡来が3塁にいればもう1点取れたんです。そういうチームのことをもっと考えられるようにならないといけませんと話した。さらに渡来選手のガッツポーズにも球団関係者はこう危惧している。おそらく敵チームや敵のファンには反感を買っているはず。今週は阪神、巨人とアウェーの球場が続くからそろそろ控えめにした方がいい。実際ネットでは早速 X に某カープ OB が渡来選手をディスるような投稿をしていた。そうした不穏な動きもある中で三浦監督はこう語っている。いずれは壁にぶつかるし課題も多い。それでも渡来の良さを消さないようにしっかりやっていきたいと思います。渡来選手はお寿司好きという猛アピールが実り、先輩の京田選手に松尾選手と共に北海道で高級なお寿司をご馳走してもらった。ただ好き嫌いはちょっぴり激しく、光り物やあん肝などは食べられないんですよすみませんとする。トロやサーモンなど定番のネタをおかわりし続けた。小学5年生の時、北スナリトルの遠征で米ロサンゼルスを訪れた際、ユニバーサルスタジオハリウッドでジュラシックパークの乗り物に夢中になった。もう一回もう一回、気づいたら3、4回に、それでもめっちゃ楽しかったんですよと笑った。
渡来選手の似ている芸能人、囲碁将棋の根建太一さん、ニュースの小山慶一郎さん。日本放送では渡来選手の日々の活躍を伝える情報コーナー、ベイスターズ渡来隆起ショーアップが、日本放送ショーアップナイター直後に放送されるプロ野球速報番組、日本放送ショーアップナイターハイライトで放送されることが決定した。2月25日オープン戦の楽天戦、1番ライトでスタメン出場した渡来選手、初回の打席に向かうためバットにつけた重りを外そうとグラウンドにバットを打ちつけるが、これが何度やってもなかなか外れず、ベンチ前で再度チャレンジしたところ無事外れたが、今度は焦るあまり重りをベンチに置き忘れそうになり慌てていたところ、ベンチにいた牧秀悟選手が回収し打席に向かうよう促すというハプニングがあった。同じ陽キャラで知られる日本ハムの新庄剛志監督は、練習試合で対戦した渡来選手を、雰囲気やタイミングの取り方がいいね、プレッシャーを感じずに横浜スタジアムで暴れてほしい、だけど交流戦では打たないでねと存在を意識した談話を発表している。すでに毎年1月放送のジョブチューン、プロ野球珍プレー好プレーなど全国ネットのバラエティ特番でプロ野球選手がスタジオ出演するパートのゲストに組み込まれるそうだ。ルックスもよく話がうまいので、シーズン中のエピソードもほど書かない上、ネタを面白おかしく話してもらえたら共演するタレントも喜ぶはずだ。沖縄宜野湾キャンプへ向け、怠け者のキーホルダーがついたお守りを持参して現地入り、知人から怪我をしないようにと送られた珍グッズで、練習用カバンにつけて肌身離さず持ち歩いた。木にぶら下がっているだけに見える怠け者だが、理由は木の下をうろつく敵から身を隠すため、たくましく自然界を生き抜き、寝ていても木から落ちないことからご利益グッズにもなっている。開幕の朝、社会人時代に一緒に練習したイチローさんからショートメールが届いた。とうとう開幕だね、無理して頑張りなさい。渡来選手は普通なら無理せず頑張りなさいだと思うんですが、しっかりホームランを打ててよかったと米国からの大先輩のメッセージも力にした。渡来選手と宮本慎也氏は渡来選手の父、渡来博文氏とヤクルト時代にチームメートで、渡来選手とも幼少期から交流していた。そんな2人が高校時代にドラフト指名漏れから這い上がった姿を称賛しながら、長距離砲への期待、2000安打への術など熱いトークを日刊スポーツで繰り広げた。北砂リトル時代、現監督の久保木一郎コーチに激怒されたことがあった。大事な大会でベルトを忘れベンチスタートに、渡来選手は反省して号泣しながらもベンチから全力で声を張り上げて応援した。すると同僚の投手にライナーが直撃して負傷交代、予期せずに得たチャンスを得ると代打でライトに豪快アーチを放った。怒るに怒れなくなった久保コーチは、なんでこういう時に打つんだと、でもいつも何か持っている、明るくて打撃が大好きな子でしたね、常に明るく元気よく、そんな渡来選手に野球の神様が微笑んだ。父の渡来博文氏は1993年ドラフト3位でヤクルトに入団したが、きっかけは明治神宮外苑で草野球をしていたところ、片岡博夫スカウトの目に留まり入団に至った。ドラフト当日、渡来家は会見場となった川崎市にあるコンベンションホールで結果を見守った。次男の渡来隆起選手が DeNA に1位指名されると全員で祝福、会見後家族4人は笑顔で写真に収まった。ドラフト指名された渡来選手は、親父を尊敬している、親父を超えたいというたくましい父越え発言を受け、渡来博文氏は、非常にありがたいんですけど目標をもうちょっと高く持って笑、超一流と言われるプレイヤーに育ってもらえればと思いますと大きな期待を寄せた。ドラフト会議では渡来博文氏とは旧知の間柄でもある古田氏がゲスト出演、中継がつながると古田氏はお父様っていうのもなんですけど、また元気よかったねと笑顔で問いかけた。渡来博文氏もご無沙汰してます、ありがとうございますと嬉しそうに返した。ユニフォーム姿の古田氏が幼い頃の渡来隆起と渡来元基さんと一緒に写る懐かしい写真が紹介されると、古田氏はこれね、お父さんの引退試合を僕は実は隆起と一緒にずっと見てたんでと回想し、この子がこんなに大きくなったんで個人的には本当に嬉しく思ってますと話した。最後は渡来一家に、またみんなで飯食いに行こうと呼びかけ、笑顔で手を振った。渡来選手と同じく横浜高校卒業後、三菱重工イーストに入社し、1年目から1・2番でショートのレギュラーになり、2023年度のドラフトで中日ドラゴンズに入団した津田圭司選手、横浜高校で二遊間を組み、自主トレの昼食時間にテレビ電話で会話するほど仲が良く、連絡を密に取る間柄だそうだ。というわけで今回は渡来選手の面白いエピソードを50個ご紹介しましたが、今シーズンの躍進に期待したいと思います。このチャンネルではプロ野球の面白いエピソードをご紹介するので、チャンネル登録お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。